皆さん、メリークリスマス。動物の森見てないって方はね、こちらでクリスマスの挨拶させていただきたいと思います。今日は2021年12月、もう28日になっちゃったんやけど、まあ関係ないよね。24日にします。で、どうしようか。夜の8時ぐらいにしようかな。OK。では、行きましょうか。メリークリスマス、陽太郎。お疲れ様です。会いに来ちゃった。特に何かないのかな？あ、洗濯物は明日にした方がいいかもしれませんね。それはそう。あ、ちょっと待って。皆さん、右上をご覧ください。夏の朝8時ってなってるんやけど。 あれ？これあれかな？任天堂の本体の時間は関係ないんかな？一回ちょっと中に入ろうよ。特に、陽太郎ついてきたりしないね。こっち見んといて。奥になさ、外出てみよういっか、じゃあてらっし逆ゃに。い。あ、行ってくるね。あ、これで、夜にしてみようか。ちょっと畑仕事してくるわ。いらっしゃい。普段はね、見せてないけど、一応こうやって、なんかに、陽太郎と一緒にニラを、収穫できたりするんよね。お待たせ。あ、すごい。陽太郎、すごい汚れた。今日はここまでにしましょうか。うん。すっごい畑したよ、今日。お疲れ様です。お疲れ様。クリスマスだよ。ああ、一応ね、まあ、ゲームのあれがあって、この、獣探しへっていう、これ、ちょっと、戦いに行かなあかんね。戦に行ってくるわ。この後かな？この後、クリスマスかな？あるよな。24日の夜やで、さすがに。よし。戦ってきました。負けました。トラのやつ落ち込んでるな。そんなのもうどうでもいいです。明日の朝ごはんはトラの好きな甘いたこ巻きにしよう。たこ焼きじゃない、卵焼きですね、これ。卵焼きにしよう。これで、よさるくん、今日クリスマスなんですけど、今日洗濯できんかったのは、まあまあまあ、いいでしょう。お茶飲みますか？お茶飲ませてもらおうか。飲みます。暑いからゆっくり飲んでくださいね。ありがとう、ありがとう。違う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 。違う違う。そろそろ寝てください。夜更かしは体に毒ですよ。あ、これもしかして僕が寝た後に来てくれるんかな？てか、僕って言ったけど、僕が主人公じゃないから、このゲーム。このゲームはみんなが主人公。見てるみんなさんが主人公やから、ここに。画面越しに見ている、陽太郎くんと接してると思って、ちゃんとやってな。まあまあ、言われた通りに、じゃあ、一回じゃあ寝てみようか、みんな。ね、寝てみよう。寝るね。おやすみ、おやすみ。おやすみなさい。おやすみ。これで、おはようございます。お、どうしたん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 、なんか変な顔してるぞ。今日は一日降りそうですね。洗濯物乾くかな？おいおい、僕のことより洗濯物かよ。おいおい、ちょっと待ってよ。じゃ、一回、やめます。12月25日。朝の10時にしてみます。いや、朝の10時やったらちょっと期待できんか。朝の20、夜の22時にするわ。クリスマスおだ疲よ。れ様です。お疲れ様、お疲れ様。中入ろうか、とりあえず。これ日記って何なんやろ？今までの、なんか夜更かしっていう、イベントとかあるんや。夜更かしイベント。これ購入済みのないって。え、どこで買えるん、夜更かしは。今日はここまでにしましょうか。あ、来たかも、来たかも。夜にした。無理やり強引に夜にしたら、お互い泥だらけですね。一回、風呂に入った方がいいかもな。いいね、いいね。おお、なんか安定したおぞ。疲れ様です。あ、違うか。とりあえず、獣退治行ってくるわ。戦ってきた。負けた。で、とりあえず、あとはまあ、
就寝ということなんですけど、会話してみようか。洗濯好きやね。調べたら夜更かしってゲーム進行して話の各話の終わりまで進めんと購入できんねんで、僕負けてばっかりやから全然ストーリー進んでないよな。ちょっと調べてんけど、あのコメントいただいてた陽太郎の初恋エピソードは夜更かしで見れるらしいから、ストーリーを進めたかなしいな。だからちょっと今から頑張るわ。ストーリーバッチリやってくる。お疲れ様。ちょっと飛ばしちゃった。ごめん。会話ログ、会話ログ。X ボタン。お疲れ様、ポスさん。お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様、ポスさん。今日は一日中台所にいまして、今日はね、畑仕事せずに、ずっと台所いたんよ。じゃあ、トラが、なんだ寂しかったのかって言ってきた。心配してたんだよ。わお。すみません。よかろう。おはようございます。おお、すごい怖い顔してる。うん、しっかり準備してます。あのね、結構強いボスみたいなの出たよな。これで勝てるかな。多分勝てん気がするんよな。相手強そうやから行ってみるな。うわあ、強っ。うん。ああ、真冬なんだけど。よし、そろそろ戦ってみるか。この2800根菜スープ星3を使って攻撃力を上げていきます。よっしゃー、勝ったー。ああ、大獣ではない。しょうがない、今夜は帰るでしょう。おう、ユウ。ほ、ホタルおる。今回の大獣も外れだったな。うん。他に大獣の匂いはする？山の方からする。山か。山は昔から獣の領分。今はイノシシの縄張りだ。やつに近づくのは骨が折れるぞ。飯をたくさん用意しておけ。うん、わかった。飯といえば結局勝負はどうなったんだ？ぎく。あなたの料理は今回も美味しそうでしたね。トラはどんな料理を作ったんだ？ああ、そうや、料理対決とか言ってたな。もう完全に記憶からそげ落ちてたから、こちらとしても無言と なっておりました。これだ。何これ、緑色。これは泥？泥というよりは苔のような。我が作ったのは雑炊だ。冬にぴったりの温かいもの。お題とは真逆だな。分かっておる。はじめは我も別のを作ろうとしたさ。でも我にとってこの雑炊は特別なのだ。勝負するならこの雑炊で。いや、言い訳はよそう。我の負けだ。トラ、何この展開。獣の世界で負けた者は食われるかその地を去る。命より大切なものはない。潔くここを去ろう。大げさな。ずっといていいんだぞ。陽太郎は本当に甘いな。我はお前のそういうところが嫌いではなかったぞ。好きって言え。世話になったな、はい、あ、トラ、本当に行っちゃった。あらららら、二人きりだね。行きますね。あ、いいよ別に。
しばらくして陽太郎が戻ってきた。ダメですね。穴の奥に隠れて出てきません。トラを穴から誘い出す方法があればいいんですけど。食べ物で釣るやろ。まあ普通に考えて、うん、そうだ、トラの大好きなあれを作りましょう。なんや？手伝ってください。あ、トラが家出した日の夜、陽太郎と一緒に、あ、びっくりした、もう陽太郎と一緒に寝たとかかと思ったら、トラの大好物を作ったそうです。美味しそう。蜂蜜ホットケーキ。蜂蜜ホットケーキの完成です。手伝ってくれてありがとうございました。いい匂い。今までで一番うまく焼けたな。あとはこの匂いにつられてトラが戻ってくれば。噂をすれば、トラおいで、一緒にケーキを食べよう。ケーキもう一押しかな。もう一押し。トラになんて言うよ。出て行きな。一緒に食べよう。蜂蜜たっぷりだよ。全部食べちゃうよ。意地悪。やっぱりダメだ。我は勝負に負けたのだから。どうしてそんなに固くななんだ。獣は勝負で物を決める。欲しいものは力で奪う。何百何千年と我はそうして一人で生きてきた。ジャイアン、急に考えを変えろと言われてもどうしていいかわからんのだ。なるほどな。確かに価値観は簡単に変えられないか。獣の世界で負けたら食われるかその地を去るんだよな。それって負けた者は対価を払うってこと？ん？まあそうなるな。それじゃああなたが対価を決めてください。あ、私ですか？え、だからそれは我が出ていくと。ここは俺の家だから虎の対価にはできないだろ。命なんてもらっても困るし、どうせなら勝者の願いを聞いてあげてよ。あ、なるほど。ニラがそれでいいなら。ニラっていうのは僕のことやな。虎にお願いすることは名前で呼んでほしい、仲良くしてほしい、謝ってほしい。謝ってほしい。まあまあ、でもまあ名前で呼んでほしいな。ニラは嫌かな。そんなことでいいのか。名前で呼んでほしいか。願いがたったそれだけとは。お前も甘いやつだな。お前は我の居場所を奪う敵ではないのだな。うん、大丈夫。ここに敵はいないよ、トラ。うん、わかった。よし、勝負の話はこれでおしまい。冷めないうちにみんなでケーキを食べようか。ケーキ。トラ、新しい BGM はダメだぞ。それじゃいただきます。おお、すごい、手初めて見たかも。いただきます。うん、うまい。甘くてとろける。腕を上げたな、陽太郎。今日のケーキは二人で作ったんだよ。そうだったのか。おめえの犬まで作ったんだよ。口を開けろ、我がアーンしてやる。おい、やめろよ。陽太郎がいい。え、おやつをアーンで分け合うとさらに甘くなるらしい。おお、これ来るんちゃう、陽太郎と。一度やってみたかったのだ。はい、アーン。一体どこで覚えたんだ。押し入れの奥にあった恋愛書で読んだぞ。ごめんなさい、これ来たんちゃう、来たんちゃう、これ初恋イベントちゃう。押し入れの奥にあった恋愛小説とやらで教えろ。ちょっと待って、みんな落ち着き、落ち着きだ、みんな落ち着きだ。まず陽太郎の部屋の押し入れの中には恋愛小説があるということが分かりました。また勝手に押し入れを漁って。陽太郎もやってみるか。は？陽太郎のあん。あ、でも待って、やりたい、やりたい、僕。やりたい。思
面白がってますね。あー顔赤くなってる。本気だとしてもダメ、俺は子供じゃないんですよ。嘘つけ、子供だろ。我にしてくれてもよかったのだが、お前らは二人でしたかったのか。あふむふむ、なるほどな。トラ、それ以上何か言ったら明日の朝ごはんはニラ尽くしにする。ニラ尽くし、それは勘弁。それじゃ黙って食べような。こいつ夜 S やごめん、 S とか M とか言う人一番嫌い。はーい。まったく、どんな小説を読んだんだか。え、でも押し入れにあった小説は陽太郎の小説やろ。あー皆さん右下見えてますか。夜更かし行きましょうか。皆さん心の準備 OK、 行きましょうか。夜更かし行きます。なんか春に購入できる。あ、あ、これやこれやこれや。トラが家出した後、みんなでケーキを食べた後の話。トラにおすすめの恋愛小説を聞いていたら、話題は陽太郎の初恋話に発展して、夏季限定、今夏の夜やからできるやん、490円。結構するな結構するな。ちょっと僕チャンネル登録者数80人しかおらなくて収益もゼロやのに、きついけどいいでしょ。買うよ。ねぎらい恋物語スープのレシピ。あ、課金したらレシピももらえるんや。ほん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 。あ、で何回も見れるんやけど。あー、なるほどな。じゃ、みんなこのゲーム12歳じゃなくて18歳以上にして、もうちょっと読ませてよかったと思うで。僕は難しいところやな。いや、こうやって曖昧にさせて、やるじゃねえか。おやすみなさい。お、お、秋になった。なるほどなるほど。こうやって大きなボス倒すと季節が変わるんや。で、イベントが秋、春、夏、秋、冬ってあって、今夏まで終わったところだよ。このゲームのさ、ヨウタロウのことだけ見ててさ、物語全然終えてなかったよな。ヨウタロウはまだ配達だぞ。朝飯は台所に。それからその…なになに。お、ヨウタロウが配達用に作っていたから、我も一緒に作ってみた。ああ、え、トラ路線行っちゃえるんこれ。ケーキの礼だ受け取ってくれ。ヨウタロウにも飲ませたからな。味は保証済みだ。ありがとう。ケーキうまかったぞ。ありがとな。お前の料理はうまい。これからもたくさん作ってくれ。あ、そうだ、これを渡しておこう。おお、すごいすごいすごい。これめっちゃいいもんや。へえ、すごい。勝負の時に思いついたものだ。我はうまく作れなかったが、お前ならば作れるかもしれん。試してみてくれ。物語結構進んだな。あ、帰ってきたよ、みんな。みんなの旦那帰ってきたよ。めっちゃ悔しい顔してる。どうした？どうした？怖い顔をして。怖い怖い。山に大蛇が出たんだって。村で大騒ぎになってる。あ、僕？大きさからして普通の蛇じゃない。あ、間違いなく獣だ。大蛇の獣？初めて聞いたな。俺もどこかから流れてきたのかな。そういえばお前の匂いも嗅いだことのないものだ。もしかしたらその蛇がお前についている獣かもしれんな。よし、今夜から山に入り蛇を探してみよう。山か。やけに山を気にするな。何か心配か。山はイノシシの縄張りなんだよな。トラは怖くないのか。怖いわけあるか。蛇だろうとイノシシだろうと我がまとめて食ってやる。二人とも大皿に乗ったつもりでついてくるがいい。船じゃない。それを言うなら大船。トラは平気なんだな。怖がってるのは俺の方か。陽太郎くん、怖がりな一面見せていただきました。ありがとうございます。陽太郎は不安そうにしている。あ、まだ、え、結構、あんじゃん。え、行こうか、みんな。頭をなでてみようか。
おー久しぶりこれ待って神回や今回もこれ久しぶりじゃないこの触れるっていうの一話以来じゃない触れるどこ触れるみんなあとこっまあ、口頭ポンって今口ポンってしたんやけどじゃないですよいや頭ポンってしたことになったみたいです皆さんでも不思議です今ちょっとほっとしましたうんありがとう珍しい陽太郎が子供のようだ陽太郎は子供やで俺は子供じゃない山を登るなら水分と栄養をしっかり取らないとなよしジュースに蜂蜜をぶっかけようそれは栄養が偏りそうだなお、なんかレシピも新しいのもらったその顔また何か思いついたんですねそんなわかりやすい顔してんの僕はっみたいな早く作ってみてくれ楽しみだなトラ蛇探しを忘れないでよわあいっぱいあ蛇探し獣を35体探した上に大獣を倒すんやはんはんこういうのがあってんな多分夏も春もあったんやるけど全然見てなかったわあでは次回から陽太郎と秋シーズンが始まりますので皆さんお楽しみにしておいてくださいではさようなら